はい、続いての試合はクール VS ファンク。これもまたタイプ的には全然違う、噛み合うか噛み合わないかみたいな無茶なこと言ってくる先輩みたいな。では先攻後攻じゃんけんしてください。先攻ファンク、後攻クール。ではビートお願いします。いきましょう。先行ファンク、後攻クール、レディーファイト。 Yeah、クールクール、きっとクール。井戸から入れた俺は貞子、右手にタバコ、左手にマイクロフォン。大阪にも落とされた木の卵。 I gotta go、 まだまだ先、宮迫みたいな闇営業はいらねえよ。 よ、イミテーションでもねえよ。これが西洋で伝わったヒップホップ、 You know。 Just a day up してるこの空間にテスタッチャックアップしてみよう。爆弾もわからない奴がラップを誰が語るか、俺はこうファンク、お前には言いたい、マジで謎謎謎。どこがファンクか教えてくれよ、次のバース君に譲るよ。謎謎絵図地です、謎かけはしねえぜ、俺はアホだぜ、そして長いのは顎だぜ、そして俺の成長するグラフだぜ。伸びっぱなし Yo、 藤田歌詞みたいにクールよりもホットホットホット、藤田歌詞フリーキーでファキーなフローバタファッカービーチ、俺が一番になってやるし、まるで交わらないな、仕方で君と俺と話さないかっていうぐらいに、お客と俺とマイライフ日々がライブとインの違いをレクチャー、相葉ティーチャー、マイライフ語る俺はゲームを歩いていく。これとギャグとはみんな言っとくぜ、ゲートライブは違う。疑問投げかけて俺をスルー、ふざけんなバッと相手してくれ、俺は寂しがりや、相手を無視するな、もうちょっとバトルはマジになりな。 Yeah、 クールじゃいられねえ、優勝するんだったらもうちょっと魂見せて、みんなソウル、名前はクール、俺ならドープ、お前はルーズ。疑問投げかけアンサーを聞いて、その上で交わらないって言ってんだぜ、みんな聞いてくれ、耳の穴かポチってゆっくり聞け、俺はゲイとは違う、何回でも言う、ライフとインの違い、俺はライフとゲームを生きている、お前に言うのはその一つぐらい、その意味、はい、交わらないやつ明日はない、俺の人生まだ先は長いが、たまにはトルネでプロプスを兼ねて、そんでもって家に帰ってよ、嫁に親孝行じゃないな、家族サービスする気さ、そんな感じ俺のマスターピール、 Yo マスターピース、まずはピース、その後ピースに行き着きゃいいんじゃねえの。せっかくいい音なのに、いい音なのにセッションがうまくいかない、あーなぜだろう、疑問しかない、疑問系マイクハッテナで回る世界、未来見ているビル、いつも通り WIL で切る、みんなの言葉を借りる前に俺が一人でこいつの首かっつける。あらー、ではジャッジお願いします。先攻ファンク、後攻クール、勝者クール。ファンクにもでっかくしてお願いします。クールみたいなやつのやつだと、こうファンクのあのユーモアが結構あの付けされるね、流されちゃって、なんか寒いじゃないけどさ、寒いじゃないんだけど、ラップうまいのにみたいな、めちゃくちゃうまかったっすね、ラップうまいのにみたいな感じ、ラップうまく面白いことちょいちょい入れてるよって感じなのが、なんか、まあ、まさしくクールに感じにされちゃうっていうか、今のは難しい、一切拾わなかったしな。そうですね、構図としては一切拾わない、お前拾わないじゃん、交わるよっていうのに対して、いや、あえて交わってねえんだよ、お前たち交わってねえ、知らねえっていうスタンスの感じでしょ。まあでも、うまかったよね、ファンク。めちゃめちゃ、まあ、声質的にクールの通るというか、そうだね、ファンク、ライムを一生懸命頑張って聞かないと、特に会場だと結構難しい、うん、はいはい、そのファンクは早口だし、難しい部分もあるっすね。なるほど、まあでもクールでしたね、最後の問題は文句はないですね、全然全く文句はない。いよいよ次シード最後、はい、シードというかベスト8、ベスト8か、はい、なのでベスト8のラストドワックスはいきたいと思います。勝者はクール。
はい、ファンクお疲れ様でございました。はい、まあ、VS クール戦、はい、まあ、お互いラップうまい対決で始まる前はおーおーおーってなってたんだけど、結構やってることは違うんだなって。そうですね、はい、実際どうよ。いや、どうですかね、僕、まあ、調子も良くはなかったですけど、自分で、はい、はい、結構なんだろう、ちゃんと相手の言うことに対してその場で出てくる言葉で、うんうん、まあ、向き合ってはいたかなと。あ、だから、まあ、はいはい、相手はあのクールさんはクールさんで、うん、割とあの自分俺って感じでやるスタイルなんで、そこが噛み合わなかったかなと思うんです。そうだね、茶化せない、そうですね、っていうのを感じた。だから、まっとうな文句しか言えない、はい、っていうので、まあ、ファンクの持ち味がやや殺された感は、ね、はい、あとはどう、バンドとか。バンド、そうっすね、なんか難しかったっすね。あ、そう、はい、いつものやっぱその DJ のなりとは違う、なんかリズム感が。そうっすね、なるほどな、そうなんだ。まあ、ファンクがそう言うなら多分ファンクレベルにしか分かんないこと。いや我々はもう普通に鳴ってる音になんとかなんとかするしかない、はい、でもまあ今日なんかあれいまいち証拠不良。そんなことない。いや、全然そんなことないです。あ、もう大丈夫、はい、分かりました。全然。じゃあ、まあ、これから梅田もライブもあるし、はい、あとはもう今もうエキシビションもあるわ。そうだ、そう、終わってねえじゃん。終わってないじゃあもう一回話聞こうとりあえずじゃあトーナメントのお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、もう一回よろしくお願いします。頑張ります。ファンクでした。お疲れ様でした。さあ、というわけで、アドレナリン最終回ということで、最後に、サンドラックの2人に、皆さんから一言ずついただきたいと思います。じゃあ、こっちから。いや、ちょっともう、平成の色を見せれたらなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ、天狗さん。天狗さん俺が協賛についてるんですか。天狗コマーシャルの時さ、やったこと、はい、使ったことないって言ってたけどさ。いや、言ってないですよ。すげえ来ていたりじゃった。めちゃめちゃ好きですか。天狗最高だよね。だけど、さっきから天狗使ったことありますって聞くと、みんななんかやったことない。いや、かっこつけ。おかしいよな。絶対おかしいよ。おかしいよな、もうおかしくないですか。いやいや、だっておかしいだろ。その興味なかったとしても、うん、そう知的好奇心として、こんだけ言われてる天狗を使わずにいるやつって、ダセーっすね。これは、リョッカルマはいいこと言った。リョッカルマは、それマリファナとか、タイマとか、エレスとかも全部含めてそれ言ってる人だと思うんで。どんなもんなんやって、体感してから悪口見なさいよ。俺、いいこと言ってるけど、全く同意。なるほど。全く同意。でも俺はコカインもやったことあります。シャブもやったことありますけどね。さあ。俺アドレナリンについて。あ、ごめんなさい。まあ、そうですね。まあ、集約する。結構言ったと思う。ってことで、レッコもじゃあ天狗についてじゃあ天狗使ったことある。天狗はあるです、うん、好きでしょ。そうっすね、でも本当実家だったから、うん、なかなか使えなかった。大変だじゃん。一人きりバッポ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 いくら音出してもいいじゃん。そうっすね、もう一人暮らし始めたからちょっと、うん、そうだね、狙ってこうかな。すっげーもうローションベタベタにしてもうここら辺べっちゃべちゃにしても誰も怒んないんだぜ。そうもう誰も見れないから入ってこれないルームだからいいね、使いまくろうか。俺もう家の中に捨てたら何回でもゴミ箱から拾って洗って使っちゃうからやばいと思って外に捨てに行ったっすもん。あーすごい、初めての手に。でも洗うよね。これ目の届くとこに落ちてたらこれどうにかなっちゃうわ。いや分かるよ。だって俺もさっき言ってたんだけど俺絶対洗うもん。何回も洗っちゃうっすよね。40歳だよ俺。40歳が終わった後に洗ってんだよ、シャワー浴びながら。その場で使ったりしますよ。そう分かるっすわ。これしょうがないんだよ。天下って知らないもん。自販機の横の缶捨てるところにバンッ捨てに出す。絶対拾えないように。最高です。最高。使い終わった天下の話ですか。そう使い終わってた天下を洗ってって。あんな立派なもん使い捨てってさ。使い捨てなんですか。だから基本使い捨てなんだよ。大きいやつ。そう、おかしいだろ。うん、おかしいね。おかしい、本当におかしい。おかしいね。だから俺は洗ってローション足して使いますよ、そりゃ。あー、再利用ができるんですね。やべえ、もうさすがにっていうぐらいまではね。俺はその日のうちに外に捨てに行きましたけど。それはもうダメだよ。モチベーションも違うよ、これ、ね、高いですね。そういう大人の生き方も、これレコです。大人の生き方、生き方だと思う、これ。あ、生き様だけ。ありがとうございます、ちょっと頑張ります。
ごめんね、この後多分喋りづらいと思うんだけど、じゃあアドレナリン、最後にお願いします。T10 これは茹でますね。茹でる、茹でますね、よりリアル感を出すため。あ、なるほど、あ、なるほどね、自分が茹でる。温めてからの天下スタイルね。そうっす。でもローションが若干冷たいのがいいんだよね。いや、まあ、まあ、クール天下ってあるじゃん、だって。あ、あるんだ。やったことないですよ、別にチンコ冷やそうとは思わないです。別物なんで。これ思ったよりこの部屋おかしくなっちゃったな。いや、最高ですよ。最高です、ね、はい、ということで皆さん頑張ってください。すいません、なかなかとすいませんでした。ありがとうございました。